皆さんこんこ今回はですね愛知県の吹奏楽部そして吹奏楽団の皆さんへ向けての動画になります先日ですねこんなお知らせが愛知県の吹奏楽連盟さんのサイトにスマホ動画によるニュースタイルのソロコンテストというお知らせが掲載されました でえー、これもしかしたらね吹奏楽部の皆さんも学校で聞いていたりするかもしれませんが動画にしていきますでこの動画の最後に、えー、実際のですね録音方法とか撮影方法なんかも、えー、紹介していきたいと思いますので是非最後までご覧ください。 2020年度は新型コロナウイルスの影響で全ての吹奏楽コンクール等が中止になってしまいました。で、えー、この状況下で開催可能な吹奏楽活動として動画によるソロコンテスト愛知県吹奏楽連盟ニュースタイルソロコンテストを開催いたしますということです。ピンチをチャンスに変えましょう。ふるってご参加ください。と書いてあります。 でえー、大会名はスマホ動画によるニュースタイルソロコンテストで、えー、参加資格がですね愛知県吹奏楽連盟加盟団体に所属している小学6年生中学3年生高校23年生に限るで、えー、大学生と一般は特に制限がないようです。 で使用できる楽器は次の十二の楽器別部門別に審査を行うとスルートピッコロを含む大声サゴットクラリネットサクソフォントランペットコルネットフリューゲルホルンを含むホルーンハルトホルンを含むトロンボーンユーソニアムチューバコントラバスターカッションで演奏曲は小中学生部門と高校大学一般部門と 分かれているようです、えー、小学生部門では「厳しい時代よもう来るな」というちょっと変わったタイトルなんですね曲があったり「美、え、勢、ー、作曲」「小さな好み」とかねいろんな曲があります。で、えー、楽譜課題曲と、えー、その伴奏は「 ティーダ出版のホームページからまたダウンロードできるようですえ応募期間は7月の6日から8月の19日まで9月1日に審査結果が発表されますでその後になんと本選というのがあってこちらはなんと実際に音楽ホールで演奏し 審査員の審査により上位,3名までを入賞上位3名までと入賞者を表彰すると、えー、ただし、えー、新型コロナウイルスの感染状況によっては予選と同様に動画による審査になることがあるということです、えー、本選はちなみに2020年9月26日が小中大部門 2020年9月27日は高校一般部門ということで本選会場は名古屋音楽大学私の母校であります動画の撮影方法についてもですねこちらサイトの方に書いてあるんですけどもスマートフォンタブレット等の携帯端末機器による撮影に限る 動画は縦長の向きで撮影する一切の編集は不可音声と動画が別々に収録されているまた多重録音動画の加工など編集が行われているものは審査の対象としないまた演奏者の全身を撮影し途中で撮影アングルの変更やズームなど一切行わない この条件に反していると判断された場合減点もしくは失格となる場合があるなお録音状況が著しく悪い場合確保音割れ等審査結果に影響する場合があるアップロードする前に応募者自身が主張して確認することと書いてありますこの撮影に関してですね結構思うのは。 うーん携帯の機種とかメーカーによって結構差が出るんじゃないかなというのは少し思いますね。あの最新機種なのかちょっと古い機種かによって、まあ、多少音質の差とかもあるかなとは思いますし、えー、実際楽器によってですね音割れをしないであの撮影するのが、まあ、パーカッションとかね難しい楽器もあるのかなという。 もありますすがでではですねここで実際うちで音楽の楽器の演奏とかで使っている機材を紹介していきます。えー、今回はまあ,あの携帯端末機による撮影に限ると書いてあります。まあビデオカメラとかねあの一眼レフとかではなくということだとは思いますが。 えー、実際今これはですねスマホこれ iPhoneiPhone11Pro と、えー、このスマホ用のマイクで撮影しているんですがこのこれを使っていいかどうかはねちょっとこの文面だけだとダメですかねちょっと分かりませんもしまあ使えたとしてじゃどのくらい変わるかっていうのはねまね、あ、やってみましょう 今撮影はこんな感じでこれは一脚に、まあ、三脚みたいなものですかねスマホをつけてそしてスマホ用のマイクをこれはマイクスタンドに取り付けていますこれは今ね横になってますけども縦でもできます はい、えー、今回はねこのサックスで実践してみます、えー、普段でねジャズのサックスを演奏してるので久々に、えー、クラシック用のマウスピースを持ってきます、えー、リードがジャズで使ってるものしかないので若干薄いですけどもご了承くださいそれではどうぞ、えー はい、えー、いかがでしたでしょうか、えー、スマホのみで撮った場合とこのスマホのマイクで撮った場合ですね、えー、ちょっと間違って聞こえたかなと思います、まああのー、ヘッドホンとか、ね、イヤホンとかで聞いてもらうとまた、ね、感じも変わると思いますで実際、の伴奏とかを流して録音するのでスピーカーとかから流して一緒に撮ったり。 これですねまあ、小型のものでも結構ねボリュームがパワーがあるので、えー、一緒に器でもこ,こっから音源を流して一緒にやるとちょうどいいバランスで取れるかなと思います是非トライしてみてくださいそれではご視聴ありがとうございました是非チャンネル登録もよろしくお願いします